演歌3番893番よき太郎です。本日のお話は、夫婦喧嘩もね、ここまで来るとね、すごいなという、それもヤクザのね、まあ、ある方って言っときますね、これはね、ある方の夫婦喧嘩の後、終わった後、連絡があって、ちょっと来てくれと、片付けてくれって言うから行ったんですけど、その、まあ、シャンデリアとか、蛍光灯まで全部落ちて、バランバラン、バリンバリンになってるとこって、あんまり見たことないんで、これはすごいなと。どうなりゃこうなるんだっていうぐらいの凄まじい現場だったんですね。で、いつもそういうことはよくやってるし、近所でも有名なんで、でも当時はね、ヤクザと言っても夫婦喧嘩だと警察って介入しなかったんですよ。ただ、私が呼ばれたのは訳があって、なぜかっていうと、これなんとかしてほしいんだ。土壁のいい家なんで、一軒家だったんで、土壁が塗ってるところに、その額、要するに絵みたいなのが飾ってあって、それが割れてるんですよ。そして、その割れてるところのとこを指さして、これをなんとかしろっていうわけです。よく見たら、穴が開いてるわけですよ。穴がっていうか、何かがめり込んでるんです、壁に。これをなんとかしてくれって。言うから、何ですかこれって、抜けばいいんじゃないですかって言ったら、こんなのって言ったら、いや、ちょっと簡単に言うわ。でも業者がなんか、いや、業者はまずいと。業者だけはまずいんだと。えって、なんでだ、拳銃の弾なんですよ。夫婦喧嘩にね、拳銃を持ち出してる。けば、そういうつもりがないって言うとおかしいんだけど、姉さんが暴れ出してくっちゃくちゃにするから、もう脳にも収まらないんで、脅しで銃口を向けたと。じゃあ本人の認識では弾が入ってない認識なんです。本人の認識では弾が入ってないんで、銃口を向けたら私に向けたなっていうことになって、撃てるもんなら撃ってみろって言われたから、引くに引けないってこれダジャレじゃないですよ。引くに引けないからって引き金引いたってダジャレじゃない。引くに引けないから、まあ、修正でやっぱり顔向けてて、パッとちょっとずらしてパンってやったら、本当に出ちゃった。バーン出ちゃった。もうね、飛び上がったらしいです。本当に。で、そっから二人もさすがに家業な方なんで、まずいぞ、これはと。さすがにまずいと。夫婦喧嘩のどんがらがしチャームはまだいいけど、銃声となるとまずいってことになって、そしたら意外とそれでどうこうなってなかったんで、よかったんで、ただ何かの時に違うことでガサが入ったりなんかなった時に、この状況はさすがにまずいだろうっていう話なんですよね。じゃあこれをって言った時に、業者がまずいと。どうするって言ってた時に、一番どういうのがいいかな。これ。埋めちゃいましょうと。綺麗に入ってるんで、埋めて、結局、なんか、粘土みたいに埋めて、上からそれ、なんだかごまかして、ことなきは絵だっていうか、未だにその家があった、その、弾入ってるのかもしれませんけど、30年以上前になりますからね、そんなことがあったんですね。この話を聞くと、奥さん、姉さんってすごいな、と思いますでしょ？ですが、この方ではないですよ。違うところに行くと、もうね、引退された親分がいて、そういうその土地の引退された親分のところに、私どもでも盆暮れ、要するにお盆と暮れにはご挨拶行って、お中元お歳暮を持っていくわけです。そういうところは郵送じゃないですね。組長と私が運転手として行くわけですね。で、中が入る時もありますけど、私がまた駆け出しの時は外で立ってるとか、車で待ってると。そうすると、そこに行って、おばあさんが出てきて、お盆に、その夏ですよ、冷たい麦茶を持ってきてどうぞとするわけですよ。さすがにもうそ、あ、こういうのを遠慮しちゃうわけにはいけない。もう多分そこの家の方なんで、まあ手伝いさんが何かだと思って、あ、わかりました、ありがとうございます、すいませんねって言って、パッと一杯飲んでそのままっていう風にねして、あ、こういうこともあるんだとね、出てきて、いや、先ほどあのここで立ってたら、お手伝いさんって言わないな、さすがに。ここにいた時にいただきましたんで、いただきましたって言って、お、そうか、それ姉さんだぞって。いや、そしたら組長が、あ、姉さん、すいませんでした、つって。ありがとうございます。ってで、自分らも、あ、その、改めて、ありがとうございます。だから、そういう気遣いができる方もいるわけですよ。ね、もう派手じゃないし、普通にエプロンかけた状態でこれどうぞって。まあ、それが何年かね、ありました。だから、そういうね、方もいるんですよ。方や、拳銃ぶっ放されるまでのね、暴れっぷりの方もいれば、そのようなね、気遣いもできる方もいるわけで。まあ、それはどんな業種、業態、どんな世界でも、いろいろな方はいますけど、まあ、こうだって決めつけるのもね、っていうことだったんですね。こういうことがあったよということ。これが皆様にね、何の役に立つかはわかりませんが、一つ教訓として、何の教訓だと思うかもしれませんけど、一度考えてみる機会ではないかと思います。何をだ。ありがとうございます。以上です。